可能性があるから、今回司会とかするんじゃないんですけど、やっぱ調べるんですよ、ふなっしーのことやっぱ最近の映像とか見て、どう喋ってるかとか、やっぱ 何について喋ってるかとか調べるんですよ。ふなっしーのその時に、あれを見つけて、スッキリで投げ飛ばされたことあれ見ると、今と全然違うんですよね、喋り方。なんとかなっせーみたいな、ちょっと全然違うんですよね。うわ、ふなっしーも進化してきてるんだなと思ったら。ひどい。なんか隅田の質問とかないの？なんか誰がどこ出るか言えないけど。私隅田楽しみだな。隅田毎年暑いっすよね。ねえ。本当にちょうどあれです。サンプラー。こっちは3分あれフラッシーの曲って8分です。いやでも頑張った。今日はあれだな、弟さんなんか今後みんなで僕ゆめちゃんの曲書いたじゃないですか、ゆめがやったら、なんかあれですね、今後前も言ってたけどみんなでフラッシュモブみたいに全員その中増えてるみたいな、なんかそういう感じでやってきたな。明日は陽一くん以外のイベントなし、今ないと5月めっちゃテンション上がる曲ばっかり流れてる。今後ろの詩はあれですよ、コタローの曲書いてますよ。